皆さんこんにちは、堺区長の佐内です。リポーターの藤田です。堺区についてどんなイメージをお持ちでいらっしゃいますか？はい、そうですね、自然が豊かというイメージはありますね、はい、市民の森もありますし、イタチ川もありますし、はい、他にも何かありますか？他にそうですね、堺区の方々、特にご高齢の方、元気な方多いですね、はいはいはい、そこで今回は堺区のシニアクラブの皆さんがこちらのタッチランド公会堂でイベントをやってますので、一緒にリポートしませんか？はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。堺区シニアクラブ連合会副会長の湯瀬陽子さんです。こちらではどのような活動を行っているんですか？はい、シニアクラブはですね、56クラブありまして、6000人弱の会員が活動しております。それで友愛健康福祉を3本柱に立てて皆さんに活動しております。今日は趣味の作品展と園芸大会をやっております。でも趣味の作品展は堺区が戸塚から分区しましてからずっとやってますので、31回目になりました。はい、皆さん本当に多趣味でいろいろな作品がご覧いただけます。すごく楽しめますので、はい、張り切っていきたいと思います。はい、このイベントのために会員がもう1年間かけて頑張って作品作ったりとかしておりますので、どうぞゆっくりと見ていってください。はい、まずは趣味の作品展の会場にやってきました。シニアクラブの方が作ったおよそ170点の作品が展示されています。たくさん作品が並んでますよね。そうですね、どれもすごく手が込んでて気持ちが入ってるなって思います。でこの作品は、荻原さんがこのクラブで指導されてる荻原さんの作品です。この作品は3ヶ月から4ヶ月ぐらいかかりまして、はい、1センチ角のヘキサゴンをこう並べて花の形にしてつなぎ合わせるので、ちょっとそこが大変だったかなと思います。会の皆さんもたくさん作品作られて、この形よりもちょっと大きいのがここにあるポーチとかポシェットとか皆さん作っていただいたんですけど、はい、この趣味の作品展の魅力っていうのはどんなところでしょうか？そうですね、やっぱりこの趣味の作品展に作品を展示して皆様に見てもらえるっていうので、またこれからの作品作りに皆さん意欲を出されるんじゃないかなっていうふうに私は思いますけれども。とてもいい匂いがするんですが、もしかしてこれ本物のパンですか？はい、本物のパンです。パンで作品を作ろうと思われたきっかけは何かありますか？はい、私は子供が塾通いをするようになって、パンを子供が帰ってくる時間に合わせてよく中に、チーズが入っているパンとか作っていました。飾りパンが芸術祭の方に文化協会に入ってましたから、その時からずっと飾らせてもらいました。そうですか、本当にタッチ君まで焼いていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうすごいですよね、圧倒されますよね。本当に素晴らしいですね。どういうきっかけで作られたんですか？ですね、表情ですかね、能面の表情が独特で、独創性っていうんでしょうか、そういうものに非常に興味を関心を持っていたということでしょうか。はい、難しい点とか苦労するところはありますか？目と口元、目は上まぶたですね、上まぶたが綺麗に彫られているかどうかでもう決まります。般若なんかもですね、目玉を鉄の真鍮の板をうがつんですけども、目玉をこう白目の部分を丸みを持たせつつ両方の黒目で睨んでいるということでないと、少しでも横を向いていると、これははっきり言ってお笑い草っていうか、はもう失敗作ということになります。続いて園芸大会の会場にやってきました。40組の出演者がこれまでの練習の成果を披露します。初めは本当に踊りって本当に頭の隅にもなくって、まあ人数合わせだから名前だけ貸してあげたから
でも悪いから行かないといけないわねって言って出たのが最初ですもん。ちょっとやっぱり踊りをしていることでなんか体調がいいのかなっていう感じで、それからですね、ハマりましたね。出場されていかがでしたか？もう緊張しました。ようやくほっとしているところです。他人にも優しく甘く、自分にも優しく甘くというのを心がかけておりますんでね、今日は高の上だと評価してます。いかがでしたか？でも出場されて楽しかったですよ、うん、緊張はしますけど、皆さん月に1回で1年ずっと来る方もいるけど来られない方もいらっしゃるんで、よく覚えちゃったなっていう感じで、はい。趣味の作品展も園芸大会も見どころ満載でしたよね。そうでしたね、全て素晴らしくて見応えありましたよね、はい、でもこのイベントは1年後なんですよね。そうなんですよ、皆さんこのイベントに対しては、はい、準備が大変なので、うん、そうなってしまいますけど、日頃からでもシニアクラブの皆さんは盛りだくさんいろんなイベントをやられてるんですよね、はい。これからシニアクラブ連合会ではどのようなイベントがありますか？はい、いろいろございますけれども、ちょうど明日です、15日午後、ここタッキーランドでですね、歌声喫茶を行います。童謡、唱歌、それから昭和の名曲、こうしたものを約30曲ですけれども、皆さんで一緒に歌おうということでございます。昨年の7月に創立30周年を記念しまして、合唱団を立ち上げました。健康、仲間づくりをモットーに活動しております。現在会員を募集中です。どうぞ皆様一緒に入って活動いたしましょう。今回の放映が年内最後の坂井くなお TV になります。また皆さんとは新年にお会いしましょう。それでは来年もお楽しみに。